どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。えー、本日はですね、えー、今月、えー、10月の27日から、えー、ANA のね、成田、え、チェン内っていう路線が新規就航しますよね。で、そちらの新規就航にあたってね、えー、ANA のね、国際線特典航空券のね、ハーフマイルキャンペーンっていうのが始まります。で、成田、チェン内の路線がね、ハーフマイルで えー、往復することができます。で、えー、キャンペーン期間がですね、2019年の10月10日の、えー、午後2時から予約開始となりまして、2020年の3、えー、2月28日まで、えー、この路線はね、ハーフマイルで行くことができます。いや、これすごいですよね。えー、本来、えー、必要マイル数っていうものが基本的に決まっているんですけども、それがね、半分。本当にハーフで済むんで、 エコノミークラスだったら17,500マイルから往復できます。で、ビジネスクラスだと3万マイルで往復できるんですよ。すごくないですかあの、今までね、ANA のビジネスクラス乗ったことがなくて、まあちょっと乗ってみたいみたいな人はね、ぜひおすすめですね。えー、ハーフマイルキャンペーンで3万マイルでビジネスクラスで往復できるっていうことなんで、あの、チェンダイ旅行にね、もしあの、 ちょっと興味がある方はね、3万マイルでビジネスクラスで、えー、往復ができますんで、もう行きのか行きも行きも帰りもね、あの飛行機もね、あのー、楽しみの一つになりますよね。で、対象路線なんですけども、えー、10月27日からね、NH825 便で、えー、午前11時10分から成田に、えー、成田出発して、えー、同日の17時45分にチェーンナイに着く。 で、帰り便は NH826 便で、夜の8時30分にチェーンナ出発して、翌日の7時25分ね、東京成田空港に行く、到着ということで、運行便は週3便で、水、金、一応の運行となります。で、 必要マイル数ですね。まあ、先ほども言ったんですけども、エコノミークラス、本来3万5千マイルのところが本当にハーフ。で、え、キャンペーン、え、キャンペーンということで、1万7500マイル。で、エコノミークラス。で、ビジネスクラスは本来6万マイルで、え、キャンペーンで3万マイルで往復できる。で、ちょっとね、調べたんですけども、この成田チェン内っていうのが、仮ね、ビジネスクラスで行こうとすると、45万円ぐらいするんですよね、大体。 それが3万マイルで往復できるってすごくないですかいや、これね、しかも、えー、成田チェン内を結んでいる、えー、運行便は、えー、東京ニューヨークとかとね、同じようなス、スタッカートスタッカートちょっと言い方がどっちがか、スタッカードだってでしたっけあの、まあ、名前はいいんですけども、あの、本当にフルフラットになって、横になってね、行ける座席。 となっておりますのであの ana でもですねビジネスクラスってありますよねあの222の席と、えー、本当に全て通路に直結しているあのフルフラットシートで今回のこの便はですね通路にすべての席が直結しているフルフラットになれるビジネスクラスとなっておりますんでまあその点もねプラスしておすすめですねしかもそれが3万マイルで行けるっていうのはねいいですよね このキャンペーンはですね、私の、えー、動画でもですね、あのー、今週の特びマイルとか、うんえー、原産マイルキャンペーンとかね、ANA キャンペーンもこの動画で紹介させていただいてるんですけども、インターネット限定のキャンペーンですからね、こちらも PC もしくは ANA のアプリからね、あのー、期間中に、えー、対象、期間に、 えー、発見まで完了した方のみ、えー、このハーフマイルキャンペーンでいけるんで、デスクに電話して発見すると、普通にエコノミークラスで3万5000マイル取られますからね。本当にそれだけ <laughs> 気をつけてくださいね。あのー、NA のアプリもしくは PC でね、発見まで完了されて、初めて、えー、ハーフマイル、えー、ハーフマイル、ね、キ,ャキャンペーンのマイル数になりますからね。これね、本当に 間違えないように気をつけてください。<laughs> まあ大丈夫だと思うんですけどもね。まああの、いつもね、電話で取られてる方とかね、ついついね、電話で取っちゃうと、えー、普通のマイルスがかかってしまいますんでね。で、えー、支払い、えー、払い戻し条件とかはね、えー、公式サイト、えー、載せておきますので、まあ よく確認していただいてね、あの、申し込みだけされるようにしてください。まあ、今回の動画ではね、ちょっと簡単ではあるんですけども、えー、10月27日からね、えー、ANA で成田チェン内がね、新規就効します。それのキャンペーンで、ハーフマイルキャンペーン、えー、今回紹介させていただきました。10月27日から就効して、10月30日からこのキャンペーン始まるんですよ。ですんで、本当に、 就航してね、すぐ乗ることもできますんで、まあそういう意味ではですね、ちょっとおすすめになっておりますんで、もしね、あの、チェンナイって、南インドなんで、まあちょっとそちらの方にね、旅行を検討される方はね、ぜひこのキャンペーン乗って、えー、発見してみてはいかがでしょうか。えー、今回でね、こんな感じで終わりたいと思います。えー、私の動画ではですね、ANA マイルのこと、ANA のこと、あとね、 えー、ANA マイルを貯める方法とかね、えー、飛行機レビュー、えー、ホテルレビュー、クレジットカード、お得情報、あとね、私の大好きなニューヨークの街なんかのね、動画を紹介させていただいております。えー、もしよかったらね、チャンネル登録、高評価お願いいたします。えー、私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、もしよかったらそっちもフォローとチェックしていただけどととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。